我が輩は猫である朗読の二で読みましたところの続けてやっていきますで,ですね。再びおさんの隙を見て台所へ這い上がったするとまもなくまた投げ出された我が輩は投げ出されては這い上がり這い上がっては投げ出され 何でも同じことを45編繰り返したのを記憶している。それも同じことの繰り返しで面白いですよね。頑張ってる。こんな子猫なのに頑張ってるっていうのが、うん、とても何ですか意地らしいと言いますか見習わないといけないというふうに思いました。で、あのーまあ、より一層乱暴な あのおさんあの、我が輩を見るやいないや、いきなり首筋をつかんで表を掘り出した。その後もうだめだと思ったけれども、まあ、ひもじい、ひもじいとはお腹空いていることですね、ひもじいのと寒いのにはどうしても我慢ができんもんで、であの再び行ったわけですね。でそのの時におさんというものは つくづくもう本当につくづく呆れたわとかそういう時にねあのつくづくって嫌になったこの我が輩の状況ですつくづく嫌になりますよね本当にあのでもよく頑張りましたでしかしここはあの 気持ちがいいですね。この間おさんの三馬を盗んでこの変法をしてやってから変法っていうのは仕返しですね。やれやれっていうふうに思いますね。やっと胸のつかえが下りた。でここで最後につまみ出されようとした時にあのそんなら家を置いてやれと主人がお許しが出ましてそしてこうついに うこうちを自分の住処と決めることにしたのであるってことですね。で主人この主人という人は本当に何ですかまあ人柄があの、まあ、言ってしまうとネタバレになりますのでやめますけれども。あの まあ、家の,あの人たちはあのー、学校から教師なんです。で教師で学校から帰ると終日一日中ですね書斎に入ったきりほとんど出ることがないと大変な勉強家だと思われているんですね。で当人も勉強家であるかのごとく見せているんです。しかしか 実際は、ね、猫ですから時々忍び足にもう猫の忍び足はほとんど音はありませんに彼の書斎を覗いてみるすると彼は、ね、よく昼寝をしているでその様子の、あのー、描写があの非常にこの辺からちょっと笑,笑っちゃうところですよね時々読みかけてある本の上におだれを垂らしている。 でその彼っていうのはあのー、胃弱なんですね胃が弱いで胃が弱いくせに大飯を食らう大飯を食った後でタカジアスターゼを飲むこれ薬のことですねで飲んだ後で書物を広げる23ページ読むと眠くなるよだれを本の上へ垂らす そういうような、まあ、次第でこれが彼の舞を繰り返す日課であるとでここからまたね、うん、教師というものは実に楽なものだ人間と生まれたら教師にとなるに限るこんなに寝ていて勤まるものなら猫にでもできぬことはないそうですよね 猫はほとんど寝るのが、まあ、仕事みたいな風な感じがします。どこへ行っても跳ねつけられて相手にしてくれてがなかった。この,あの今とは違って猫ってそうですねあのねじめを取ってくれるからいる。またはあの まあそれほどあのこうペットとしての猫っていうのも今ほどのあ,のあれはなかったので,であのまあどこへ行っても家の中の人たちですねどこへ行ってもはねつけられて相手にしてくれてがなかったでいかに珍重されなかったかは珍重は珍しいね思いですね珍重。 大事にされなかかったかは珍しいとか今日に至るまで名前さえつけてくれないのでもわかる。